今回は余市町にやってまいりました。2014年 NHK 朝のテレビドラママッサンが放送され、その舞台にもなったことで余市町は全国的にも注目を集めることとなりました。ここには日課の余市蒸留所がありますが、それ以外にもフルーツ、海の幸も豊富な魅力あふれる街となっています。まずは昼食をいただきます。やってきたのは鳴門、本店が小樽にある若鶏の半身揚げが有名なお店です。注文したのはもちろん半身揚げ定食。少々食べづらいことが欠点ですが、鶏の旨味が油にも染み込んでいて実に美味しかったです。こちらのお店は JR 余市駅から徒歩圏内です。その JR 余市駅ですが、近々その役割を終えることとなります。 JR が廃止されることが決定しました。小樽からこの余市を通る路線がなくなってしまいます。もう少し先の話ですが、この余市駅周辺はどう変わっていくのでしょうか。そして今回の訪問先の大本命、日課ウイスキーの余市蒸留所へと向かいます。コロナ前は自由に入ることができましたが、現在は完全予約制となっています。見学する人は必ず予約しましょう。そしてツアー見学が必須となっています。自由見学はできませんので、そこも注意しましょう。ただ入場料はなんと無料です。ツアー中は動画の撮影が禁止されていましたので、残念ながらあれやこれやの動画はありません。静止画のスライドショーでお楽しみください。見学ツアー終了後は一番のお楽しみ、試飲です。マッサン放送後に起こったウイスキーブームで、ここ余市の原酒も不足気味です。昔よりも試飲できるお酒のグレードは下がってしまいました。無料試飲できたのはアップルブランデー、スーパーニッカ、シングルモルト余市の3種類です。それぞれ1杯のみとなります。ただどれも好きな飲み方を楽しむことができます。まあ、どれもね美味しかったですね。次は有料シーンです。ここも昔はかなりのレア物をいただくことができましたが、それらもすっかりなくなってしまいましたね。以前私は竹鶴25年をいただいたことがあります。あの芳醇さはすごかったですね。ワンショット2000円ぐらいだったと思います。で、今回有料試飲したのは竹鶴ノンエイジ、フロムザバレル、ツル、この3杯ですね。お一人様3杯までとなっています。これらも今はなかなか個人で入手することが難しくなっている銘柄となります。カウンターの奥には貴重な銘柄がたくさん飾られています。またいつかこれらのレアものもね飲みたいなと違いますね。館内ではウイスキーのあれこれ、銘柄の歴史などが学べます。竹鶴さん、日本にウイスキーをもたらしてくれてありがとうございます。最後に売店でお土産を買っていきましょう。この余市蒸留所限定の商品があります。今回はこれらの限定品を購入しました。特にこの3種類、それぞれ全く香りも味わいも違っていて面白かったです。これらを購入できるだけでもここに来る価値はありました。蒸留所内の雰囲気は最高でした。行ったタイミングでは桜が咲いていて、より素晴らしい景観となっていました。こちらは竹鶴とリタが暮らしていたお宅とのことです。歴史的価値がある建築物も城内にはいくつか建っています。蒸留所を後にして隣に行くと道の駅スペースアップル余市があります。日本人初の宇宙飛行士毛利衛さんはこの町のご出身です。ということで記念館もあったりします。今回は時間の都合上中には入りませんでした。さて、いかがだったでしょうか。余市には他にも海の幸も豊富にありまして、ウニ丼が美味しいお店なんかもあったりします。
お財布の都合上そちらには伺いませんでしたが、ちょっとリッチに極上の海の幸を食べたい人にもおすすめの街です。まあ、とにかく日華の蒸留所ですよ。ウイスキー好きにとっては聖地のような街です。札幌からさほど遠くありませんので、北海道観光の際のルートに入れてみてはいかがでしょうか。可能であれば訪れる前にドラママッサンを見ておくとより楽しめるのではないかと思います。それでは次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。